はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは。ドクター正気です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。よろしくお願いします。なんかおもろそう。クリアして山田さんだけじゃん。これめっちゃむずいんじゃないか。やっていこう、一応。ドッスン。クリア率 1.08。これクリア率が90分の1とかなってるけど、その1がめちゃくちゃ上手い人なんだよな。対戦よろしくお願いします。バカ。まずシンプルにここ入るんがむずい。なんでドッスン動かないの？よいしょ。OK。よし！うわぁ！しんどこれ。はい。よいしょ。OK。OK。集中。あ、いけてる、いけてる。パターン入った。よし。いいね、ナイス！意外と、すぐ行けたわ。ステージが次々に現れる8つのダンジョンスピードランクリア率 1.80 やっていこう。多分これタイトル的にあれだよね。なんか壁が壊れて、スクロールが一気に動いて、そういう感じだよね。一気にこういう風に、部屋が切り替わるっていう、そういういい感じの仕様を活かしたスピードラン。よいしょっていけ。次反射神経大事。3段ジャンプ、ナイス！で、こっち行って、はい、ヒップドロップ。で、次はこれどこで投げる？そこね。よいしょーって言って。で、これオンオフが切り替わって壁が壊れるとかじゃないんだ。これどういう風に？これどういう風にスクロール切り替わってんだろうね。で、ここね、ちゃんとしゃがんで、よいしょーって言って、はい、投げます。ここダメージ食らう必要あるんか？なんか10コイン取る必要あるんかなってのがちょっとなんかいまいちわからないんだけど。よいしょ。こういって。よいしょ。あ、やばい！終わったか！終わったか！これ。あ、終わってないわ。多分、あそこのつられてダメージ食らう想定で、ここでダメージ食らう想定ではなくて、さっきから俺これしゃがめてなさすぎじゃない？はい、こっち行きます。ここでチビになる感じで、ここ3段ジャンプ。よいしょって言って、あ、多分そこゴールだな。よいしょ！いける？ナイス！あー、なるほどね。オッケー、了解。サムネ映え、これいけるの、クリア率が 1.36 やっていこう。ボム兵をすべて倒してゴール。やっぱそういうことね。多分これ溶岩が上がってきて、この、ボムが倒れてからこれマリオが溶岩で死ぬまで。この間に若干のラグがあるから、この隙に行きましょうねってことだと思う。タイミングどんくらい？よいしょ。あー、ちょっとこれは遅すぎるな。残り時間9から8。こんくらいで行ってみよう。よいしょ。これは早すぎるか。じゃあ 8.5 秒くらい。こんくらい。よいしょ。あー、これもまだ早いな。爆風に当たらないように。こんくらいか？よいしょ。おー、いいんじゃないか。あー、ミスった、くそ！ちょっと幅跳び早すぎたな。こんなもん。よいしょ。ほっ！なんか足元に溶岩迫ってると焦っちゃうんだよな。よいしょ。くそ！まあでも今のはちょっと走り出すのも遅かった気するからな。よいしょ！よっしゃー、オッケー！バグ職人ラッピーのコースやっていこう。ビルキャノンブリンプスクリア率 20.68。さて、ビルキャノンってキラー砲で、あー！これなんかマリメワンの頃に見たことあるな、この仕掛け。これ P スイッチを押したらなんかすごいスピードで。あ、待って、死ぬ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 。あぶね、あぶね。ちょ待って。思ったよりなんかスピードが地味だったな。なんかめっちゃすごいスピードで移動するもんだと思ったら。おお、こういうの、こういうの、こういうのよ、こういうの、こういうの。あ、なんか右側になんか英語でなんか書いてるけど全然見えない。死んだわ。すげえギミック。もうちょい待って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 、乗せてくれ乗せてくれ上。この左側がシュールだな、この動き。よし。さあ、こっから、次はここ真ん中ね。よいしょ、これき、ドッスン作動させた後、ここ真ん中で、これなんて書いてるのかわかんない。うん。ごめんな。俺に動体視力があったら読めたかもしれない。これ左のドアは何だったんだろう。あ、まだなんか続く。これも真ん中か？多分真ん中だよな。俺は真ん中だと思う。そうだよね。なんで俺鍵二つ目持ってんの？左かい！違うな。これ多分ここで上押しっぱにしとけばいいんだ。多分これで自動的に鍵ドアに入れる。オッケーオッケーオッケー。こういうことね。次は？ちょっと待って。一応ちょっと上押しっぱにしとこう。どうなるかな。あ、めっちゃゆっくり。あ、めっちゃゆっくり。すっごいゆっくり。どうしたの？なんか、今までと、何かと。あー、これ俺がジャンプしながら、これ、包帯たちが上に上がる分、なんかめちゃくちゃジャンプが低く見える。これちなみにジャンプボタン押しっぱ最大でジャンプしてる。これ。すげー地味。ちなみに、そろそろゴール。あ、ここね。オッケー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 。ここにゴールがあるらしい。どこ？あー、そっちね。オッケー。これで P スイッチが押されたら、いけるわけね。あー、危ないな！オッケー。よし。これで、あ、オッケー。これで最後にこの P スイッチを押して、ゴール。おーっそ！おーっそ！
おっそ。まあいいや、こいつと一緒にゴールしようか。ナイス。マリメの高等教育、さらなる三段ジャンプを求めてクリア率 0.04。 これちょっと前になんか昔やったっぽいな。白旗ついてるけど、あんま気にしないでくれ。対戦よろしくお願いします。さて、三段ジャンプの高等教育は、これあれだな、なんかあの義務教育で一番最初にやったやつ、なんかめちゃくちゃミスってる気する。前やった三段義務教育とはこれラス気味だったよな。よいしょ、集中。オッケー、ナイス。で、ここで、ここくるりん3回、こうね。おっしょ、しゃがむのか、これ。いや、これさ、こういった後、よいしょ、こう壁キック、こうでよくない？多分これ次、くるってして、なあ！多分こっちの方が楽よな。よいしょ。で、ここ。ほい。こう。で、下置き、3段、ナイス。物投げ。よいしょ！いいね！なんですげえつまんねえとこで死んだな。集中。ここね。こう、P スイッチ押して、で、投げる！オッケー、いけた！残り21秒。え、まだ半分なの？ここ？おい。なあ！多分考えは合ってるな。あそこジャンプするのは正しい。多分雪玉踏む。ただ、ここ、ギリじゃん。こう。オッケー！で、スピン。なあ！くっそ！反応遅れた、マジか！ここ、くるってして、届く？オッケー！で、ここ、くるってして、どっちに飛ばしとんねん、バカ野郎。こっから。いける？よし。で、物投げだね。そうだね。オッケー。で、これは多分、こうね。完璧。で、ナイス！なあ！ゴール条件失った。ゴールかーい！いけとったやないかーい！よし、集中。残り1秒、大丈夫かな？オッケー！タイヤリー！いや、めっちゃいいコースだった。あと、ちゃんと、ガバなしで、成功法でクリアしたぞ。よくクリアしたなって思ってくれた方は、ぜひとも高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ！